父さん、今日は起きてるとしたら、ちゃんと話せるといい。こんにちは。わかりました。おはよう。ああ、こんにちは。その…すみません。どなたでしょうか。あ、覚えていなくて申し訳ない。そっか。せっかく来てもらったのに、本当に申し訳ない。家族のこと？ええ。この間、安定期に入って、妻のお腹…だからもっと僕がサポートしたいんだけど。そんなことない。宵崎さんは…ありがとう。奏で偶然ですね。僕も妻も音楽が好きなので。って僕のことばかり。私早く回復できるといいね。そうですね。そうみたいです。それじゃあ着替えも渡せたので。私に悲しむし、お父さんをあんな風に悲しんでる時間があるなら真冬を。あれ、あそこにいるのって、まあ僕にとって、あれ、あのままじゃ風邪ひいちゃうよ。ああ、もう！みずき？僕はバイトの帰りだよ。ちょっと…考え事？やっぱり最近曲作りで行き…早く曲を作る…え？このままじゃ真冬に響かん…ごめん、もう…この近く…でも、私は…ちょっとだけ…それはそう…じゃあ、決定！お、ちょ、水…